このね、このここの建物入ることないんですけど、壁抜けで入ることができます。通常プレイでは入れない場所に入ります。よし、教えてくれ。待て、まだやるとは言ってない。俺に何の得がある？なぜ？どこだったかな。あった。これ操作っていうのがあるんですよ。完全にボツデータじゃないですか、これ。するとサイクスに報告しろってなるんですよ。それね、サイクスのところへ戻るか。とりあえずサイクスのところに戻ろうってなるんだよな。で、戻りたいんだけど、ここで話しかけられれば超楽なんですけど。え、なんかなんで立ってんだお前。なんか椅子出てるし、会話はできないんだよ。ここがすげえ苦しいとこ。え、なんかサイクス怯えてない？サイクス猫背になってるし、椅子生えてきてるし。戻れ、あ、あ、池田戻んなく、サーバーは稼働したぞ。ミッションクリア、蛇の道。本当にできるのか、脱出なんて。え？ユニオンから出たらどうする？おい。ミッションクリア、蛇の道ってなったな今。プログラマーの人教えてくれ。ゲームの詳しい人教えてくれ。あ、サイクスがもう。おい、ユニオンからチップ。そう、 IC タアドミニストよくそん会員チップ。そのか向こうか。あ、ミッションクリア、蛇の道になっちゃったな。あれ、あかね。おそらくですけど、真のサーバーは起動されてないですね。俺の拠点で話そう。先に行け。他の動画で何度も登場してるんですけど、サイクスさんは本来ここの家にずっといる人ですね。外にはいません、正しくは。ここですね。入れよ、化け物は来ない。さっきはありがとうよ。サイクスだ。セバスチャン・カステヤノスだ。カステヤノス、ビーコ、なぜ知って。俺はステムの情報し、誰も知なら、とりあえず詳しいことは飛ばすんですけど、ほら助け。ここで会話すると、まあ、とりあえずこの後ミッションスタート、蛇の道になるんですね。化け物がサーバーはここにある。で、サーバーここにあるって言って、やってほしいことマーカーつけてくれます。待て、まだやるとは言ってない。俺に何の得がある？見返なぜさあ
で、脊髄でメビウス施設のサーバーを起動しろってなるんですね。で、本当に通常通りやっていきます。で、さっきはこの建物本来入ることができない建物の中に入って蛇の道をクリアしてしまったというわけなんですけど、ここですね。全然違います。本当は全然違います。本当はサイクスさんの起動してほしいサーバー、まずパソコンでエリアを変える必要があります。で、ここです。で、サイクスさんが起動してほしいサーバー、蛇の道、ここにあります。開くと。で、これを起動してあげるんですね。で、この調べるなんですけど、壁抜けしてあった時のやつと違って、全然違うじゃん、シルエットが。しかも長押しだし、これ、丸長押し。壁抜けで見たあれはね、丸長押しじゃないんだよね。一回押せば、ちょんって押せばいいだけなんですよね。とりあえずやります。うまくいったようだな。サイクスのところへ戻るか。やってくれると思ったよ。サーバーは稼働したぞ。ああ、もう接続したよ。約束通り貯蔵庫は開けてある。そこのが開くか試してみろよ。改めて感謝するよ。ここからが本題だ。本当にできるのか。